を右方向です。その先300メートル先、目的右方向です。本当に右なのかい。嫌な予感がするんだよ。あ、でも合ってるか。右側に声優があるか。合ってるか。花水軌道に入りました。およそ300メートル先、目的地付近です。声優をぐるっと回って入るように入るみたいな感じなんですけど、わかるかな。まもなく目的地付近です。あー、小手差し駅だ。久しぶりだな。はい、声優、左側に声優があります。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。入る感じ。パーキングどれだ？パーキングはこれ？わかんねえな。左方。これ？いや、なんかぐるっと回って入る感じ。ん？これ何？ああ、これ納品車。これじゃないな。これだ。次の十字を左折してください。了解しました。これ何？これ地下立体。何これ？よくわかんないんだけど。これ？どれ？これじゃねえな。これを左か。左。声優ちょちょちょ。おっ、ここか。あっと。レーンが分かれてるな。通り抜け禁止。よいしょ。おお。地下立体。ここからだ、前ね。この先信号機あり。地下立体。どうしようかな。ん？この信号は何？地下でいいか。地下。こう。はい、地下に入ります。A B C D E 空車。発信ボタンを押してく、駐車券をお取りください。場内の案内表示に従ってご入場ください。はい、本日初めての駐車券発行ですね。どうなってんだいこれ。右が A から C って書いてあるんです。右に行こうかな。何これ、分かれてんな。ずいぶん分かれてんな。どうなってんの。まっすぐ行こう。まっすぐ行こう。D、D にしよう。この先、一時停止が続きます。で、入り口はどこなの？で、行ってあんまり進むと出口になっちゃうんだよね。いや、ここでいいや。ここにしましょう。ここからだから。よいしょ。一時停止です。はい、というわけで到着いたしました。12箇所目声優小手差し店ですね。それでは終了したいと思います。はい、じゃあそれではですね、声優の小手差し店から出発していきたいと思います。次はですね、 2.1 キロ離れた、ドラッグストア松本清所沢緑町店っていうのをね、行ってみたいと思います。緑町三丁目を左って書いてあるんだけどな。じゃあ行きましょう。よいしょ。緑
栗町三丁目を左に止まれ出口。よいしょ。出口。小手差しってか。駐車券をお譲りください。そのご利用、ありがとうございました。大丈夫だった。はい。というわけで、よいしょ。それでは次の場所で会いましょう。左ですって。それでは次の場所で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。ではでは。